皆さんこんにちは。飛騨の秀一アルティメット大国講座ボリューム30ということで、グルーブの種類いろんなものを紹介してますけども、今度は一つの太鼓で、縁を多用しながら一つのグルーブを作っていきたいと思います。これも僕がよくやる技なんですけども、太鼓の縁の方、端っこの方ですね、この端っこの方と縁を、交互に打ちます。ワン、ツー、スリー、フォー。それに左手をダッポンダッポン、ミュートオープン、ミュートオープン、押さえて離して、押さえて離して、これを交互に繰り返します。くっつけるとこういう風になります。ワン、ツー、スリー、フォー。1個の太鼓だけなんですけども、ちょっとこう温かい国のビートのように聞こえてくるのではないかと思います。このミュートしてって、まあ、押さえて響きを止めて離してと繰り返すパーカッションの方法なんですけども、アフリカ音楽だったり、アラブの音楽だったり、とってもいろんな各国で使われてるんですけども、日本のこれだけよく響く太鼓で使わないのはもったいないと、僕はずっと思ってて、こういうのをちょっと作ってみました。それでは、この左手の、押さえて離して、押さえて離して、同時に常に右手はこれを繰り返している。この状態で左手を少しアドリブで遊びながら、ビート作ります。ワン、ツー、スリー。一つの太鼓でもいろんなことができるので、いろいろ試してみてください。次回お楽しみに。イエイ。